だって25億ぐらいかかるって。そうで8年でしょ。そう大変ですよね。あくまで試算ですよ今の。うんうん、まだね、もっとかかるかもしれないし、5年になるかもしれないし10年になるかもしれないし、うん、伸びるかもしれないし、費用も試算やけどですね。25億これも大正2年ですもんね。鉄川与助後藤の方で、はい、私結構好きでたくさん教会回ってきたんですけど、いくつか作ってあるんですもん、はい、でこういうあのレンガ系が結構やっぱり多くて、うん、こことか旅屋とか、うん、後藤の青佐川浦とか、はい、道崎、あとはあの旧の首とかですね。の首、うん、そこも行きました。石造りが柏島とか、うん、あれは世界遺産認定に、ね、なりました、ね、もったいない。でもえ、大正2年ってことは何年前だっけ。すごいね、100年7年経ってもでもこんな外観なんですよ。でもかなり痛みをつけますよ。見た目にはそうわからんけど、パッと見はねわかんないんですよ。正面の階段があるんですよ、そこの正面。どこ、ここ、うん、階段3段こうやっとるでしょ、こう。あ、なんか浮いとる。ここやっとるでしょ。うん、塔が重たいけ塔が沈んでる。へえー、あ、だけん階段が高原なっとった。なんかね、ちょっと下から持っとるような感じかな。だからこう手前に沈んでる。うん。これだって、あ、でもあの辺とかも結構、そうよね、107年も経てばね。で、結局、あの、修繕工事ってするんですか？耐震工事は。していくんですか。します。うん、これね、せっかくここのシンボルですもんね。ちょっとくるっと回ってみましょうか。手塚先生が作った教会の中ではここが一番面積がね大きいんですよ。ちょうど横からこっちは後から次、うん、レンガの質が全然違うでしょ。あ、ほんとだ。家は違う。あ、ここまでのレンガはもう同じレンガ、焼き方が。いや、横の長さも違うじゃん。これの硬い、ね。うん。焼き方が違う。あ、ここまでが重要文化財で、こっちは、あの、新しいもの。そう、表面がガサガサになって、柔らかいっていうことよ。なるほど。あ、ここも全部含めてね、もうね。そしてこれが西鉄天城駅。かわいいね。すごい木造でなんかいい感じ。だから、あ、ここか。だけどほら、これ天城からさ、宮の陣まで行くのかな。そうそう、ね、でそっから大牟田も行けるし天神も出れるしって。今止まってるやつはもう向こうへ行く。そうそうそう、これ今ほらちょうど電車が、これ大牟田行きの電車が止まってます。
さあ久々の秋月。昔は天城市ね、あれ書いてあるけど、うん、今朝倉市やもんね。朝倉市天城か。結構ねこの通りはね古いお家とかね街並みが残ってすごくいい感じですよ。すごいこのなんか作り2階の部分が、どこはつらいよロケ地。鳥焼きはね、もともとほら黒田藩にね、いろんなもん納めとったもんね、有名やもんね。これが秋月中学校。すごい。いい感じの中学や。でもなんか、噂によると、建て壊す話も出てるらしくって。これは、建て壊しちゃいけんでしょう。
ここね、映画のロケとかでもね使われた学校なんですよ。すごい感じ。ほら、明治2年って書いてここは水曜神社って呼ぶのか、旧筑前の国秋月。城跡の上に中学校が建ってるわけですね。この辺が元お堀。入ってですよ。来て来て。すごいのがある。臼とか落ちとる。あ、これでもあれか、なんか小屋みたいな。うん、うん、これも廃墟だって横ね。うん、ここの人の敷地のあれ敷地や。だからそんなに昔じゃないね、あんな。だけどさ、ほらすごいよ。あそこさ、長いね。あっちの方がすごい、ね。うん、すごい。
私これ買いますよ、これ、うん、ジャルだよ、ジャル。こういう系ね好き。うちにねビクターの女の子もおるっちゃん、これ。まあこういう系はねそこそこするけど手に入らん、うん、なかなか企業ものはね、もうね見つけた時に買わんと次来たらないっちゃんね。そういうことだ、買ったもん勝ちだ。We'll be right back.